たんか小僧ども。おりゃそりゃそりゃ。乗り込め。届き者め、我は神なり。はっ！
ましいネズミどもめ、神の怒りに触れて無事に帰れると思うな。勘弁しろ。まずいわよ。エネルのやつ、また雷を降らせるから、お前にぶっ飛ばしてやる。敵の縄張りの門が閉ざされていますか。門を開けないとエネルをぶっ飛ばせねえな。お前ら聖怪人どもを抑えておけ。決して逃がすんじゃない。No!
ここまで押し込まれるとは。もうあいつらを済ませるな。私に裁かれたいらしい。
のゴム人間さえいなくなれば私の天下なのだ。の住人が生活道具として使ってんだ。例えば吸収した風を自由に放出できるブレスダイヤル、そいつを小さい船に取り付ければ動力になるし、パチンコに仕込めば飛距離を伸ばせるってわけだ。で、ナミが拾ったやつはどんな機能があるんだ？さあ、私が拾ったのは見たことない種類だから。おい、試すなら向こうでやれよ。何が起こるかわからねえぞ。もう試したけど何も起こらなかったわ。壊れてるのかしら。じゃあ俺にくれよ。いいけど使い道はないわよ。珍しいから持っとくんだ。おいみんな、また海軍が追ってきたぞ。もう追いついてきちまったのか。ほんじゃ逃げろ。Thank you.